今回は新型ベゼルに搭載されるヒルディセントコントロール、国内ホンダ車初搭載の機能を試してみたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。イビキン TV、 僕はネズミことイビキンです。今回は国内ホンダ車で初搭載のヒルディセントコントロール、急勾配にボタン一つで設定された車速をキープする機能を実際に試してみたいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。下り坂とかの時に、まあ、5キロから20キロで走ってる時なんですけど、はは、押していただくと、はい、押した時の速度を下る時もこうキープしてくれますよ。これを押しといてもらったら、そのハンドル操作に集中できますよっていう、はいはいはい、モードになりますので。P。P がパーキングセンサー、なんていうんですか、障害物があるとピッピッピッ、前と後ろとなるような機能が今オンになってますよっていうボタンですね。装置のオンオフの切り替えなので。はは、これは今オンになってる。今オンになってます。これで一個ずつこう外すこともできますよっていう。あ、これでここの操作かなんか。そうですそうです。はは、今はオンになってますから。はははは。でトランクと、でもかなり人気ですよね。納期がなんかいろいろ噂がいろいろ聞きますけど、Z とかだったらまあ9月中ぐらいの今、やっぱり生産数が違うんですよね。Z の方がこう装備面をちょっと僕もいろいろ細かいところ見させてもらったんですけど、はい、この辺のこの両方がこの、あ、そうですね、制独立式の Z が独立だから、どう言ったらいいのか、上級グレードっぽいし、雨の量を検知してワイパーの速度が変わったりですとか、あとライト の, そのオートレベル機能も Z にはついてるけど、ね、レベリングとアクティブコーナリングライトっていって、ウインカーを出して右とかに曲がるときに こっち側を照らしてくれたりっていうようなのは Z だけですね。プレイは2トンとこの辺がオレンジとステッチが2トンと天井が開くというか、そのパノラマがついてるの、そのナビが純正ついてるぐらいで、逆にこれにナビゲーションオプションつければほぼ一緒、もしくは装備的には快適なね、そうですね、つけますもんね。これシフトアップはこれでいい、こうシフトダウンとか、そうですね、ある程度は。モードはこのままでいける。このままでいきます。え、今が通常だから上。あ、もしかしてスポーツ出しとったんだろうか。今一番上だったらそうですね、スポーツです。あー。やっぱりスポーツにしたら走るようになりますね。そうですね。画面がなんかスポーツだけタイヤのマークになってる。ちょっとこうディスプレイも、ね、はい、今これエンジンかかってないですよね。今これかかってないですね。なんかモーターのとかこう、そうですね。結構夜中に帰ってくる人なんですね。これが今の道ですかね。そうです。なんでこれ右に、はいはい、降りてもらったら同じ道が降りれますから。さっきのあれをセットするのはもうセットしとった方がいい。これは。自動で。あ、これはね、走る速度の20キロ以下の時に押すやつなんで。あ、20キロ以下で。以下です。あ、そうです。結構急勾配を下る時とかに、ああ、そういうことですか。そうです。要はゆっくり一定の速度で下ってくれるよっていう。これぐらいの坂で、例えば今だったら30キロぐらいですけど、はい、30キロぐらいで使うって言われじゃないんで。じゃないですね。結構こう悪路で下り坂とかでハンドル操作に集中したい時なんかに押すボタンになりますので、あまりこの辺ではねちょっと使いづらいかもしれないです逆に。あ、今16キロだったから、そうですね、この左ところに。これアクセル速度上げるのには、
押したら、そうですね、押したら解除になるんで。ああ今20だけちょうど20までなんですよね。20までですね。なんでそのブレーキとかの操作をせずに、あのゆっくり勝手に下ってくれるんで。あれスタンバイ、スタンバイ2回押しですか。いや1回でこれでオン。でもねアクセル離したら減速していくんですよ。17キロで今、あ、17でなってることか。そうですね。アクセルを踏んどってもいいことですか。アクセルは今スタンバイでこれでオフで後ろと後ろとなのかな。セットできません。なんでだろう。多分速度が高すぎるんで。今50キロ以下だったら今押しました。はい、で今17キロで、アクセル踏んだらな、アクセルなら行くんだ。行ってますね今19キロとかに。20超えたら解除されるんだろうか。あ、でもそのままじゃ。そうですね。で、アクセル離したらまたその時の速度に戻ろうとするのかな。あ、でもこれは雪道とかいいかもかなんですね。そうですね。あ、なるほど。やっぱりブレーキの踏み具合とかで挙動をね、はいはいはい、ちょっと取られたりしますから。これプラス、これプラスクルーズはセットできる。クルーズはね、セットできんようになってます。できんなったんですか。うん、あはははこう両立しないか。クルーズは 全速度、全車速度、まあ5キロ以上で、はい、大体確か120キロぐらいまでは。5キロ以上でセット可能なんで、はい、でセットした場合はゼロまで行くし、例えば、あ、そうですそうです、減速はします、渋滞追跡とかね。5キロ以上セットで今全速度いけることね。そうですね、そうです、まあ、渋滞追従まで行けますから、最後ブレーキもなくても止まりますよっていう。あ、でもこれほんまちょっと坂道こうゆっくり下るときとか、これブレーキをどういうんかな、ね、そうですね、いっぱい使わんでいいから、勝手に制御してくれます。ホンダ初採用だからな。ですね、ホンダ初採用いても他の車もないですもんね。ないですね今のところ。素晴らしいな。自分できるこれ iPhone だったら、はい、対応してるやつでしたらすごいな。アイフォン見てみようか。光るか。わ、充電ショール。充電なっとる。すごい。ええな、これ。楽ですよね、やっぱりね。これはいいわ、忘れたらいかんから。来ないでお客さん忘れましたからね。でしょ、でしょ。これハンドルもこれ本革ですよね、おそらく。これ本革ですね。素晴らしい。これは Z。Z だった方が。Z、そうです。Z 以上。ということで、今回は新型ベゼルのキルディセントコントロール、国内ホンダ車で初搭載の機能を実際に使ってみました。皆様もぜひ試乗車などでお試しください。最後までご視聴ありがとうございました。新型ベゼルも納期がやばいことになっています。納車持ちの方でもしよろしければグレードや納車情報を教えていただけると、これから購入される方の参考になります。よろしくお願いします。また今回の動画の評価もいただけると大変嬉しいです。そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。